2012ロンドンオリンピックバレーボール世界最終予選。ですけれども、23歳若い期待のアタッカーというガルシア監督。サーブ、ここもセッターのパイスを動かしました。ライトからゴンサレスが打ちます。ゴンサレスのアタックが決まりました。ベネズエラ、ようやく最初のポイントを挙げました。このベネズエラのガルシア監督は2006年キューバ男子ナショナルチームの監督として世界選手権のこの日本にやってきたことがあります。わずか7週間前にこのベネズエラの代表監督になったということですが、ベネズエラのサーブも強力です。日本やや崩されました。3番ついたから山本が打っていきました。山本のアタックが決まっています。山本のアタック昨日日本マウント打ちました。負けましたけどね、これ山本は良かったんですよね、ずっとね、相手3枚ブロック、その間を抜きます。八田さん、はい、その山本選手なんですけど、やっぱりね、とにかく自分がやればっていう気持ちがあるのと、今日勝てば流れが来るからね、行きたいって言ってたんですけど、コート内で雰囲気すごくいいです。よく声出てますよ。はい、山村が後ろに下がりました。山村のサーブです。ミドルブロッカー、センター攻撃はロドリゲス。このベネズエラの両センターが上田監督に聞きますと2メートル2センチ、非常に高さもあって、はい、パワーがあるありますが、昨日のね、セルビアのセンターと比べれば落ちるので、はい、ブロックは十分できますよ。なるほど。4対2と日本2点リードで、ベネズエラのサーブ、5番のロドリゲスのサーブがアウトになりました。日本のポイントは5得点目になります。荻野さん、改めまして今日の荻野さんの注目点というのはどんなあたりでしょうか。やはり先ほど加谷さんも言いましたように、サーブがまずキーになりますし、はい、やはり米山を入れることによってサーブレシーブが安定しますので、はい、真ん中をどんどん使うのがいいんじゃないですかね。山本のサーブです。山本がここで後衛に下がります。ビークイックを使いました。ビークイックはアウト、ワンタッチはありません。すごいんだけどもミスもありますから、これね、日本今日は、ね、我慢のバレーだと思います。我慢すればミス出ますから、昨日の試合はミスに泣いてしまった日本。その山本、昨日のようなゲームをして海をあえて出し切ったというふうに思いたいと話しています山本です。山本はこのオリンピックにかけています。荻野さんも共にこの山本は戦った仲間ですけれども、はい、そうですね、4年経っていろいろね、一番上になって、はい、スパイクも結構技を覚えてるんでね、今日は期待したいと思います。北京では一つも勝つことができなかった、その悔しさをなんとか今回ロンドンで晴らしたいということを言っています。センター攻撃、ビークイック、松本が打った、返してきた、そしてもう一度、ここは合いません。ここはタイミング合いませんでした。松本のセンター攻撃、加谷さん、ミドルブロッカーの攻撃が出てきました。いいですね、今のも、向こうレシーブしましたけども、はい、攻撃としてはいい攻撃です。上田監督は今日山村と松本というこのコンビに、山村やっぱりね、2メートル以上ありますから、はい、身長がね、やっぱり威圧感というところを買ったんですよね。米山が打ちました。笛が鳴っています。ベネズエラに反則がありました。日本のポイントになりました。下のね、ラインがネットの下のライン越えましたね。足がね、センターラインですね、はい、センターラインを越えてしまいました。日本の7対4とリードしています。日本は米山が下がりまして、米山のサーブ、ここから日本は福澤が前に来ています。米山のサーブです。セッターパエス、ライトから打ってきた、強力です。叩き込んできました。セッター対角のピネルア、この10番のピネルアは前のシーズントルコのリーグでプレーしました。今1枚ブロックの外を抜いて、今対ベネズエラ、東京体育館からお送りしています。ベネズエラのピネルアの先ほどのライトからのバックアタックが、はい、アタックラインを踏み越えたということで、そうですね、バックの選手がね、真ん中よりちょっと3メーターの、ね、アタックラインで、あそこ踏み越してスパイク打っちゃいけませんからね、はい、日本のポイントになりました。さあ、コートエンドには柳本翔一さんがいます。柳本さん、はい、立ち上がりの日本ご覧になっていかがでしょう。そうですね、特にですね、サーブがいいですね、はい、前衛とバックの重なっているところがですね、マーク間ですね、はい、いいところ前後に揺さぶって、いいところ落としてますね。サーブで崩して、そしてブロックでなんとか引っ掛けていこうという上田監督の狙いですけど、はい、でブロックもですね、はい、ずっと間閉まってますよ、はい、だからちょっとポイントを稼ぐんじゃないですかね今日は、はい、というコートエンドからは柳本翔一さんにも解説に加わっていただいています。さあ、日本の攻撃です。松本が切っていきました。ベネズエラにタッチネット、日本のポイントになりました。ベネズエラとか、キューバとかね、はい、こういう感じのチームってもうよくネットタッチはするわ、真ん中 このラインから、ね、足が出てくるわけでね、はい、ちょっと反則してくれるんですよね、で逆にちょっと足出ちゃう
ていく、足下から足が出るんで、それを踏まないように日本は気をつけなきゃいけない。ベネズエラは平均年齢が22歳ということで、荻野さん、非常に若いチームですよね。はい、まあ、見てても荒いですよね、ここ今チャンスですよね、はい、ブロックアウトになります、はい、レフトからゴンサレスのアタックです。この3番のゴンサレスですが、この選手も22歳という若い選手、監督に聞きますとレセプションが非常によく動くし指が強いんだと言っていました、ガルシア監督です。レフトからね、まあ、レフトからストレート打ちの多い選手で、はい、ストレートプレッシャーですね、はい、ピックを使った山村です。山村のこのミドルブロッカーの山村のクイック、あまり打数はないですけども、こうやってね決定率を高めていってほしいですね、はい、これで相手のブロックが、まあ、山村をマークするしかないだろうというふうにマークしだしたら、今度またバックアタックとかね、レフト、ライト両サイドの攻撃を日本は使っていたと。上田監督は山村にはとにかく高く飛んで強く打ってくれという話をしてきたそうです。ここもサーブで少し崩してセンター攻撃、ロドリゲス、ロドリゲス右に切ってきました、だいたい右ですね、もう70、まあまあ、4本打ったら3本は こっちのコース、はい、こっちちょっとくるくる、まあ、この辺りはアナリストがコートサイドからいろいろ分析もしますけれども、はい、まあまあ、昨日試合見ておけば、全部あっち打ってたんで、まあ、分かってるはずなんですけどね。ファエスのサーブです。クイック、ちょっとこれは合いませんでした。宇佐美から山村へのトスが合いませんでした日本、はい、10対8とベネズエラが2点差に追い上げてきました。荻野さん、このコンビどうでした。今のはちょっとやっぱ無理に使いすぎましたね、少し山村も流れて入ってきたんですね、はいはい、今のはサイドに流した方が良かったですね、はい、そうですか、はい、パエスのサーブでベネズエラは攻撃は前3枚です。ライトから打っていきました。日本のスパイク、このローテーション、福沢がライトから打ちます。パンチありますもんね、まあ、でもですね、後ろから見てましたセンターを対応していることによってね、ブロックが割れてますよね、ベネズエラがね、やっぱりだから今みたいなスパイクが出てくるんですね。これ非常にいい展開だと思いますよ。柳本さん、序盤から松本なり山村なりミドルを使っていること、そうですね、はい、まあ、失敗はしましたけどね、このリズムは変える方がいいと思いますね。そうですか、はい、さあ福沢のサーブで崩しています。ブロックしたレフトからピネルア、このレフトからピネルア、キャプテンのスパイクです。このピネルアは昨年トルコのリーグでプレー、先ほどはライトからのバックアタックがありました。これはラインを踏み越えましてポイントにはなりませんでした。ただやっぱり要注意ですか、この10番のスパイクは。10番の選手を潰してしまえばなんとかなると思うんですよね、はい、ゴンサレスのサーブは強力です。そして山本が打ちました。今日もいいな。清水が怪我をして、その負傷明けということで、この山本がとにかく清水の分も頑張ろうということで、この全日本、まあ、上田監督も山本と清水を、荻野さん、いい意味でこう悩みながら使いたいということを言ってましたね。はい、今は調子いいんでね、行けるところまで山本行った方がいいですね。山本のサーブはネットに当たりました。昨日のゲームでは清水は途中出場で2枚替えという形でしたけれども、はい、まあ、やはりこれから何試合もありますので、はい、それで使って経験、ね、試合慣れっていうのも必要ですから、これから、まあ、今日も2枚替えあるんじゃないですかね。3月の30日に右の足首を手術して、そこからわずか2ヶ月の清水は今日控えです。時間差攻撃、米山がレフトから打っていきました。米山のアタックです。まあ、高さは決してありません、1m85cm、 ただこういったキレのいいスパイク、緻密な攻撃は僕はできるということです、ね、もう本当後ろの方からちょこちょこちょっと現れてきて、はい、でなんか爆発するような、ね、バーチェーンっていうスパイク打ってきますからね、はい、パンチは一番このチームでありますね。山本のサーブ、さあこういう時オーバーで、こういう時ブロック、さあアリアスが来た、ブロック3枚で止めた、日本のブロックだ。いいですね、もうサーブで崩して3枚ブロックですよ。河合さんの声が通じたみたいな、もう今のこのタイミングでこれブロックできなかったらね、どうもブロックできないだろうなと思ったぐらいですよ。きっちりこの3枚、はい、ちょっと割れてましたけども、いいですね、手の出し方が松本良かったですね。ミドルブロッカー松本が止めました。この3枚ブロックです。ここファイズがちょっと動いた、ライトからのスパイクは吸い込んでしまった。ビネルアのスパイク吸い込みました。日本、ただ今のタイミング的にはそうした絞り方としても良かったです。今手と手の間だったんでね、まあ不運だったんですけども、あともう10センチくらいずれてれば今のもドンピシャブロックでしたね。タイミング合ってるっていうのが一番大事です。荻野さん、上田監督は相手のサイドアタッカーはいずれもクロスに打ってくる、はい、そのクロスに対するブロックをポイントに挙げてますか。そうですね、やっぱりストレートの基準ですね、はい、どこに飛んだらいいかっていう基準は大事ですね。これからバックアタック、早い早い
い攻撃バックアタック。福澤の目標はバックアタック 0.6 秒だそうです。早いですよね。もうちょっと遅いピックぐらいの感じで入ってきますからね。こうやって向こうのブロックがバラバラになってるでしょ。これが大事なんですよ。福澤のバックアタックが決まって日本は15点目を挙げました。上々の滑り出しの日本。勝負した米山のジャンプサーブ上げた、続けるか。ここは出ました。ベネズエラのポイント、まあ、ベネズエラも若いチームだけれどもディフェンス力を強化してこの歴史ある日本に対して全力でプレーしたいということをガルシア監督は話しています。その差は3点。アリアスのサーブ、リベロの長野が取って、さあ福澤が打った。福澤が日本16点目を挙げました。ボールが通過する場所に飛ぶって大事ですね。バックセンターからのアリアスのアタックを止めた山村のブロックでした。これ大事。ここは松本がよくディグを上げました。トランジションアタックに行きたいところでしたが返すだけ。ツーアタック決められました日本です。あの八田さんですね、はい、後ろから見てましたら相手のレフトスパイクはですね外に開いてクロスしか打ってないんですよね、はい、でこちらのライトブロックがちょっと外側に構えすぎてるんですよ。もうちょっと中に入って絞ればですね、はい、間を防いでもっとポイントを稼げるかなと。で相手のライトがですね、はい、攻めてくるのまっすぐ入ってくるとストレートがある、はい、で外に開くとクロス打ってきてるんですね、この辺りもう少し絞り込んだ方がいいかなと思いますね。そうですか、はい、決められました。日本決められて16対14と差は2点となっています。林さん、今はいどうぞ。すみません、今柳本さんがおっしゃってたことなんですけれども、あのちょうど上田監督がタイムの時にそれをおっしゃってました。あの外から切り込んでくる中のブロックの基準をしっかり取るようにという話が今出てますね。16対14とその差は2点です。ここはサーブで崩されました。アンダーで上げて福澤が打ちます。高いジャンプをしましたがワンタッチはありませんという今柳本さんと大林さんからお話が入りましたけれども、まあ、クロスにブロック飛ばないといけない時ってサイドの選手があんまり外出ちゃいけないんですよ、まあはい、まあ、もうちょっとアンテナありますが、はい、あっちの方に近づいていったら、行っちゃダメ、アンテナから離れて離れて内側をブロック。柳本翔一さんからはこの縦の位置からご覧いただいてますから、はい、そうですね、それとですね、付け加えて言うのであればセンターミドルブロッカーがですね B クイックはクロスしか打ってないんですよね、はい、だからそのあたりもちょっと注意するべきですね。ここそうですか、はい、さあ福澤が打ちます。ワンタッチがありました。その前に上が鳴っています。出ましたね、足が出ました。アッシングがセンターライン、ちょうどこうブロックに飛んだ際に着地したって、そうです、着地してトスを上げに行こうとした時にドンと足が出るんですよ、だからね、我慢続けばミスが出るんで、ちょっと我慢ですね。とガルシア監督もイライラした表情を浮かべています。しかしまだこのわずか2点の得点差、荻野さん、このぐらいの点差だとまだ安心はできませんね。全然できませんね。サーブで崩していきたい日本ですが、はい、ブロックを絞って取りたい。2枚です、よく上げました。長野が上げて、さあ福澤オーバーしました。うまい、ぽっかりと真ん中に開いた穴を見逃しませんでした。いいブロックがついたんですよ、この長野のレシーブ。ここから始まりですよね。やっぱりリベロがこうやって頑張った時は決めてほしいですね、ですよね、よく答えました。もうリベロのポジションに関しては上田監督も最後の最後まで田辺と長野と2人どちらにするかということで悩んだそうです。いいリベロですからね、田辺もずっとこの全日本に帯同して共に練習を行っています。長野がいいプレーをしました。さあそしてバックアタック、アリアス、アウト、アウトです。ワンタッチはありません。アウトですね、はい、アウトです。かなり、はい、そうですね、そういった意味では日本の経験がありますが、若いからパンチありますね、はい、何してくるか分かんないし、はい、データがこの取りづらい、ね、見たことない、はい、の割にはみんな結構やっぱ上手い選手が多いです。さあ4点のリードをしました日本です。日本は宇佐美のサーブ、このリードから終盤きっちりと取っていきたいこの第1セットです。ミドルブロックありませんでした。空振りです。封を切ってしまったロドリゲスの右腕。今のもね、サーブ勝負したかったでしょ。入れとくだけでもこうやって意外とミスしてくれますから。センター攻撃クイックを使ったんですけれども、コンビネーションが合いませんでした。はい、ベネズエラサイド監督はとにかく今まで自分たちがやってきたバレーボールをしっかり思い出して、まず落ち着いて形を作ろうという話をしているんですが、今のミスでしたね。4連続ポイントの日本、宇佐美のサーブです。ネットに近いがトスを上げた。ゴンサレスが打った。クロスのアタックは
入ってます。入っています。今のもやはりレフトからのアタック、先ほど柳本さんからもお話ししていただきましたが、クロスです。クロスですね。ちょっと一枚、まあ、ブロックが1人になってしまったんで、まあ、ここはしょうがないですけどね。はい。日本のサーブレシーブの体型です。4点リードの日本。ここは宇佐美がちょっと動かされたが、ライトから打っていった。ああ、よく出した。当てて出しました。ブロックアウトですね。これは福澤の持ち味。速い攻撃、そして非常にこの空中で滞空時間の長いジャンプですから長いですね、もうね、今なんかまずいなってこう2人しっかりついてるでしょ、あのよく最後ストレートにひねって打ちましたよね、V リーグでもアタック決定率 55% を目指してやってきましたというこの福澤です。その福澤のサーブ、あーそうか、この点数は勝負だよね、はい、そうですね、ここはもう打っていいと思います、昨日はね、もう勝負じゃないところも勝負しちゃったんでサーブで、で今日ね今のところでサーブミスは3本だけ、ね、セット4本ぐらいまでですよサーブミスはね、だからあと誰か1人1本ミスってもいいぐらい、はい、4点リード、ゴンサレスのサーブ、ここはかなり宇佐美が動かされた、さあ山本が3枚ブロック切り返しました、さあアリアスが打ってきた、ワンタッチいいところで決まった、よく拾いました、そして山本3枚ブロック、ベネズエラの3枚ブロックに止められました。21対18、その前に日本も福澤がナイスレシーブをしました、いい位置取りにいました、これ今2点連続取られたね、これ次ですね、連続ポイントですね、はい、これ次取らないと思います、荻野さん、大事なこのセットの終盤ですね、はい、やはりレセプションをまず高く上げて、はい、センター使った方がいいと思いますね、そうこういう風に、そうですか、はい、さあレフトからのスパイクです、ストレートに打ちました、海さん今のスパイク、こういう時の米山なんですよね、はい、相手がちょっとこう、ね、あの今ストレートですから、もうね本当にちょっとした間抜くのはもう一番上手い選手ですから、大きな選手でもあの上から打つことはできませんよね、でもね間を抜くのは得意ですからね、1メートル85センチのアタッカー米山です。セッタートスを上げてライトからのスライド、ブロックを上げて日本のブロックポイント、米山だ、いやブロックはできませんけど、米山1枚できますね、ご覧いただきましょう、この米山1枚でピネルアを止めた、完全にクロス読んでましたね今のは、読み通り、朝さん今ですね、米山選手と富永選手変えようとしたんですよブロックで、その土壇だったのでちょっと待てとなりました。米山があんまりブロックするイメージない、アンダートス、ここもブロックはどうでしょうか、2枚飛びましたがクロスに決めています、今のもねちょっと松本センター松本選手、いやごめんって寄りすぎ、ね、ちょっとでもこれ早いうちにねあのブロックしたいんですよクロスをね、レフトのベネズエラは5番のロドリゲスのサーブです、強いスパイクサーブを打ってくるこのベネズエラのロドリゲス、なんとかつなげるか、山本が返す、さあベネズエラのチャンスボールになりました、ライトからピネルア、アウト、ピネラのスパイク、いやさっきブロックされたからねストレートに逃げたところやっぱりアウトになりますね、ネットに打たないから、飛びます選手入りますね、1本いきます、やはりブロックセットポイントになりました、24対19、富松が前に入りました、前回の北京の予選では直前で代表から外れて本当に悔しい思いをしたという、そこから2年間経ちましてこの富松は代表の座を手にしてきました、その富松が現在ワンポイントブロッカーで入っています、24対20、ベネズエラがその差4点、日本はセットポイント、ここで再び富松に代わりまして米山が戻ります、さあ荻野さん、最後はこのポイントをきっちり決めていきたいところです、そうですね、まあ、打ってくると思いますので、はい、真ん中に集める意識で、サブリシブ3にやった方がいいと思いますね、はい、ピネルアのサーブですがアウトになりました、日本第1セット25対20、初戦を黒星発進の日本です、ガードしてくれたということで、あのセンターのブロックが寄りやすかったんですね、はい、さあムニスのサーブです、パエスが上げるライト、ゴンザレス決めました、ワンタッチがあります、19対16、まあ、やはりこの大事なポイントでといいますか、少しこうプエルトリコがリズムに乗ってきてもこのゴンザレスが今日はいい流れを持ってきますね、そうですね、で彼の場合にアドバンテージがあるのはレフトからもライトからも、はい、器用にコースを打ち分けられますね、ゴンザレスからレフト、クルスのスパイク拾っています、さあアリアスが上げる、ピネルはここは返すだけ、チャンスになりましたプエルトリコ、ビッグイック、
決めました。7番エスカランテ、ワンブロックではね、はい、これは防げません、はい、コートに叩きつけましたエスカランテ。17対2、2点ビハインドのプエルトリコ。10番マルドナのサーブネットにかけました。いい時のね、はい、と思っちゃいます。今日は本当に、サーブもね、もうちょっとこのセットで2本目ダブってますからね。そうですね、はい、トータルで言いますと7本目のサーブミスということになります。プエルトリコちょっと首を横に振りました。マルドナド20対17、ムニスのサーブ、ブロックついていました。ここでプエルトリコにタイムアウトです。監督も話していましたが、3人の中心となる選手を欠いてこの世界最終予選に挑んでいますプエルトリコ。ロドリゲスのサーブ、エンドライン割りました、アウトです。21対18、まあ、このサーブミスはまあ攻めた結果ということなんですよね。いやでもね、ここはあのタイムアウトをプエルトリコ取りましたよね、はい、で今日あのこのセット初めてのタイムアウトですよね、はい、逆に言うと僕は1回目のタイムアウト遅かったなと思ったんですけども、それでやっぱりタイムアウトの後のね、ダブリはダメなんですね、攻めたとしても入れておかなきゃいけないんですね、クルスのサーブレフトからアリアス2枚ブロックアウトです。深いところにボール落ちましたがエンドライン割りました。22対18、ベネズエラのリードは4点です。プエルトリコ選手の交代がありました。10番のマルドナドに代わって18番セッターのデルバレが入っています。まあ、マルドナドに代わってこのデルバレ、セッターの選手が入りました。ピネルアのサーブ崩した、ダイレクトブロックついていた。さあ少し乱れたがライバックライトからピネルア、ブロックが弾いたボール拾っています。さあセンター使った、拾っています。プエルトリコモラレスからライトのクルス、バックライト使っていきました、バックアタッククルス、バックアタッククルスです。ブロック弾いてコートの外に出ました。今のようにあの下に打たずにロングに打っていきましたね、はい、下に打ったらもうブロックにかかってしまう、よくあの我慢して打ちました、はい、22点目、22対19、3点差。エスカランテのサーブレフトからアリアス、決まりました。クロスコートにいいところに落としました。ですからもう2回目のタイムアウトはプエルトリコもう1回取った方がいいなと思うんですけど、動きませんね、動かないですね、もったいないですね、はい、23点が入ったところでもまだプエルトリコ監督カルドナ監督は動きません。アリアスのサーブコントロールしていくサーブです。モラレスからビークイック拾っています。ベネズエラ拾っています。パエスがここは返します。チャンスになりますプエルトリコ。モラレス上げてレッドからリベラ、決まった。まあ、ここはリベラがしっかりと決めていきました ね、 そうですね、ここはもう点数がもうないですからね、はい、ここでマルドナドを戻しました。プエルトリコ3点ビハインド、さあモラパエスが上げてレフトからゴンザレス、ブロックに当たったボールリバウンド攻撃、ここはマタが返すだけ、ビクイクタイミング合いませんと使ったところはね間違ってなかったと思うんですけど、まあ、センター攻撃でポイントを取りに行こうというプエルトリコでしたが、ここはちょっとタイミング合いませんでしたね。今のはねミスは痛い、はい、ここでベネズエラセカンドセットセットポイントを迎えています。24点目が入っていますベネズエラ。ここでサーブはコントレラスです。ワンポイントサーバーのコントレラスのサーブライトからリベラネットにかけました。セカンドセットもベネズエラ取りました。25対20、第1セット第2セットともにベネズエラが取りました。ロンドンオリンピックプエルトリコのサーブから始まるというこの第3セットです。さあ
プエルトリコ、このフィゲロアが準備をしていますが、このフィゲロアがなかなか今日はこう出てこないですね、名前が。そうですね、はい、でも逆に言うとね、ちょっとプエルトリコはね、はい、まあ、セッターの、ね、モラレスが、トスをもっとこう思い切って振っていいでしょうね、まあ、もちろんリベラを使うのはいいんですけれども、はい、他の選手ももっと使っていいでしょうね、はい、フィゲロのジャンプローダーサーブ、レッドからゴンサレス拾っています。バックライト、クルスがゆっくりと返しました。パエスが上げる、ライトからミネルは決めました。ここでピネルアにスパイクポイントが入っています。ベネズエラは1セット目とローテーションが同じというエスコバのサーブから始まります。山田にのボール、浅いボールになった、崩した、リベラ返せません。まあ、このサーブは不意をついたといいますか、前に落としてきましたね。ただ今のはもうこういうジャンプをした時点で、はい、おそらく前に落とすだろうと、いうことをやっぱりレシーバー読まなきゃいけない、それやっぱりちょっと横着したなという感じがしますね、はい、パエスのサーブが続きます。リベラが上げた、バックライトからマルドナドのスパイク、いやクルスのスパイクです。スパイクミスは痛いですよ。まあ、今のも当たり損ねと言いますか。そうですね、はい、ただあのハーフスピードで打とうと思ったんですけどね、狙いは悪くないんですけど、やはり体がねついてきてないですよね、はい、パエスのサーブが続きます。ジャンプローターサーブ、リベラに合わせた、モラレスからミドルを使っていきました。パエスが上げた、ライトからのスパイク、ピネルア高く上がったボール、モラレス上げてレフトからリベラ、インナー決めてきました。ベネズエラの連続ポイント3で止めました。リベラのスパイクです。これはもうレフティの特徴ですね、はい、あのコースに打てるという苦もなくですね、はい、あのもし右利きだったらば、あれは体をうんとひねって打たなきゃいけないボールですからね、はい、見事なスパイクが決まりました。エスカランテのサーブです。コネルアのスパイクはアンテナに当たっています。パエスの今このジャンプトスはよく我慢してあげてくれたんですけどね、ブロックとちょうどアンテナの間を狙って打とうというところ、うん、ピネルアのスパイクがアンテナに当たりました。エスカランテのサーブアウトです。ここでサーブミスが出ました、プエルトリコ。ベネズエラのサーブです。ゴンサレスのサーブ、4対2とベネズエラリード。スパイクサーブ、リベラからモラレス、キック決めました。ここは素晴らしいスパイクを5番のムニスが決めました。ですから今のように、まあ、ムニスもさっきちょっとミスをしたんですけども、このようにどんどん使っていくと、やはりベネズエラのセンターブロッカーが迷いが出てきますので、はい、モラレスのサーブです。セッターモラレスのサーブからミネルアのスパイク、クロスはアウト。まあ、スパイクミスが少し目立ちます、ピネルア。今のはこれ左利き方がちょっと下がりすぎちゃった、はい、打つときにこの下がりが、これで外へ出てしまったんですね、もったいなかったですね。さあジャンプサーブ拾っています。パエスからレフトのアリアスを使った、拾っています。プエルトリコ、リベラ、ここはハーフスパイク返すだけ、おっと乱した、決まりました。リベラのスパイク、オフスピードスパイク、うまくコントロールしました、リベラ。これでプエルトリコが3連続ポイントになります。この辺でプエルトリコはもうあの安心しちゃいけないですね、一気に発展まで走るぐらいの、ね、勢いが欲しいです。前にはリベラ、ムニス、クルス3人攻撃ができる選手がいます。レフトからアリアスのスパイク決めました。5対5の同点に追いつきました、まあ、こういうところできっちりと今日のベネズエラは切ってきますね。そうなんですよ。で、あの決める選手がゴンザレスだったり、はい、アリアスだったり、はい、もう全部主役がどんどん変わっていくでしょ、はい、そうですね、これがいいんですね。ロドリゲスのサーブです。ブロック決めた、すごい、ね、エスコバのブロック、ドンピシャですね、2m2cm、21歳のエスコバのブロック、
ダンクシュートみたいな、ね、本当にダンクブロック、シャットアウト、素晴らしいブロックが決まっています。ロドリゲスのサーブが続きます。スパイクサーブ、モラレスが上げる、レフトからクルスのスパイクはアウトです。7点を取りましたベネズエラ、7対5、ベネズエラのこれで3連続ポイント。やはりプエルトリコとしては3連続ポイントした後にまた3連続ポイントを与えてしまうと。ですからね、やはり走れるところで走らないと苦しくなりますよね、はい、スパイクサーブ、これは大きくアウトです。ロドリゲスのサーブはミス、それと同時に今のはあのサーブミスで1点もらったと、はい、相手のミスじゃなくてできたら自分たちのポイントで点数を稼いでいった方がリズムが出てくるんですね、はい、リベラのサーブ、緩いサーブはネットにかけました、ポイントをしてほしい、これには悔しそうな表情のキャプテンリベラもう7年目に入りました。アルゼンチン人のカルドナ監督、さあピレラのサーブはネットにかけました、かなり強力なサーブでしたが、そうです、反対の部分に当たりました。逆に言うとベネズエラはもうワンラックもうちょっとアップしたいということであれば、今のサーブミスは2セット目もありましたけどタイムアウト明けはダメですね、このファーストテクニカルタイムアウトが終わって最初のポイントサーブミスしましたベネズエラ、プエルトリコにサーブが移っています。レフトからアリアス、決めました、ここはアリアスがきっちりと決めました、9対7。今日はアリアスはそんなに目立つ存在ではないんですけれども、地味なところで静かに決めていると、はい、静かなエースという感じしますね、チームを本当は引っ張るエースというこのアリアスです、うん、ウィングスパイカー、南米予選決勝のアルゼンチン戦ではチーム最多の12得点を取りました、ゴメスに代わるエースとして期待されます。ここはフィゲロアです、エスカランテです、失礼、エスカランテが決めています。ウェルトリコ1点ビハインド、クルスのサーブです。スパイクサーブ返す、バックライト、ピネルア拾っています、バックライトの、あ、よく拾ってる、これも拾ったが追いつきません、クルスのスパイクを懸命に追いかけましたが拾えませんでしたベネズエラ。でもああいう風にボールを壁のところまでぶつかりそうになるくらい追っていくと、はい、こういうプレーがどんどん出てくるとベネズエラ全体的なバレーのレベルアップになりますね、はい、同点に追いつきましたプエルトリコ、ムニスのサーブ、ネットに当たったボール、ゴンザレス拾った、パエスが上げてバックライト、ピレルアブロック、エスカランテがついていました、ストレートね、してやったりというブロックでしたね、はい、バックライトからの強烈なスパイク、これはフィゲロアですね、フィゲロア189センチのフィゲロアが飛びましたね、ただここでね、はい、ベネズエラの方はあのゴンザレスが全然打ってこないからということですね、パエスからフィゲロアのスパイク決めました、音がすごいですね、ここら辺が強気、はい、攻撃的なチームの特徴ですね、もう一本打ってみろと、はい、一度フィゲロアに止めたけれども今度はクロスコートにバチッと決めました、ピネルアです、チームのキャプテンのピネルア、エスコバのサーブ、モラレス上げてバックライト、クルスブロック、決めましたゴンザレス、ここでゴンザレスです、11対10、このクルスのスパイク、あ、ネットにかかってるんですかね、うん、でもね今ねブロックが飛んでなかったらば、こっちに入ってくる可能性ありますので、はい、今のはブロックがきちっと飛んでるコースに出てました、エスコバのジャンプローターサーブ、レフトからフィゲロアブロックついていました、さあチャンスになりますが、フィゲロアのスパイクブロックついている、もう一度フィゲロアブロック2枚、これは拾えません、フィゲロアが3回行きました、そうでもねあの途中であのリバウンドを混ぜてね、はい、そしてもう1回攻め直すという意味ではね細かい技術をね非常にプエルトリコも覚えてきてるということです、はい、昔はやっぱり日本ぐらいしか細かいことやらなかったのが、もう全世界でやってるということですよね、はい、ゴンサレスのレセプション、そしてゴンサレスのスパイク拾っていますプエルトリコ、エスカランテが返すだけ、おっとちょっと乱れたが、ロドリゲスのスパイク返しています、レフトからリベラ、これも上げた、また上げた、レフトからゴンサレスバックライト、バックレフト、
ダイレクト、セカンドアタックしました。ライトからピネルはブロックついている。ブロックエスカランテ、いいトスが、もういいトスすぎてね、ブロッカーとしてタイミングよく飛べましたね。ピネルアのスパイク、リベラがついていました。キャプテンのリベラが止めています。フィゲロアのサーブ少し乱れたか。レフトからゴンサレス、ロックに当てて弾き出しました。12対12。この1ポイント1ポイント決めた後のゴンサレスのリアクション、今のように思い切って打つときとハースピードで打つときと前使い分けしますよね、今日は大活躍のこのゴンサレス。パエスのサーブです。これはラインギリギリ、エンドラインギリギリに入れました。コーナーにボールを入れました。今のサーブで分かるようにですね、人を狙ってるんじゃないんですね、もうあのポジションを狙ってるわけですね、ですからそういうサーブに変わってきてますんで、相手がうまかろうとリベロがいようと、とにかく打つコースピンポイントで狙えるサーブが大事ですね。ここはネットにかけてしまいました。パエスです。ベネズエラは今大会4人の中核となる選手が欠けています。エースのディアス、そして V リーグで活躍しましたゴメス、このゴメスは腰のヘルニアということで、モントーヤはビザの関係で来られませんでした。さあゴンサレスのハーフスパイク拾っています。レフトからリベラのスパイク、ネットにかけました。少しバランスを崩しながらリベラが打っていきましたが、ネットにかけました。14対13、ベネズエラのリードは1点です。ゴンサレスのサーブです。ゴンサレススパイクサーブ、強いサーブ、リベラが取った。モラレスが上げてリベラのスパイク、インナー決めました。おそらく、トス上げる前にですね、その前ミス自分でしたと、いうことでリベラ絶対上げろと決めると志願して、志願して、もうプライドが許さんということだと思いますね、インナー切っていきました、ここでやっぱりね、プエルトリコは追いつくどころか、もう16点まで走ってほしいですね、北中米大陸予選でカナダと5セットマッチをやったことが自分にとっては非常に自信になったとリベラは話していました。なるほどね。レフトからアリアスのスパイク、ブロックが効いています。ここもアリアスはよくブロックを見ていました。15対14。まあ、この第3セットに入ってからアリアスがね、非常にいい活躍を見せるようになりました。そうですね。ただやっぱりあのどちらかというと点数を見てプレーをやっちゃってるなっていうのが、そんな印象なんですね。点数を見てプレーをしている、まあ、あのそこだとまだエキサイティングしなくてもいいだろうみたいなね、なるほど、これもアリアスが決めました、ここでセカンドテクニカルタイム。ロドリゲスのサーブです。強いサーブになりました。高く上がったボール、モラレスが上げてレフトからクルス、ブロック2枚ついていましたが大きく弾き出されました。ここは15番のクルスが鋭いスパイクをブロックに打ちつけました。17対15。第3セットもベネズエラがリードしています。中盤です。第1セット第2セットともに25対20、ベネズエラが取りました。リベラのサーブです。さあパイスが上げてライトからの攻撃、ベネズエラのスパイクブロック止めました。よくワンブロックで、フィゲロワが素晴らしいブロックですね、もう完全にあの読んではいたんですけど、それに1枚ピネルアのスパイクをフィゲロア決めました。まあ、完全に読んでいたと。そうですね、やはりあのピネルは若いっていうだけであって、マンツーマンになったらかわすということができないんですね、現在トルコリーグでプレーしますピネルアのスパイク止めました。エスコバ、ここはクイックです ね、 ね、このエスコバもなんか今だけどね、あのチーム内でねガタガタっとしたの、ゴンザレスがね、もう忘れろ忘れろっていう感じでしたね、なるほど、さあピネルアのサーブ、ここ入っています。今のはちょっとアウトの、まあ速いボール、これはアウトですか、アウトですね、まあ旗は入ったというふうに示したんですが、しかし主審の方が今あの、ベネズエラのガルシア監督にね、
ロベルト監督に、まあ、あのウインクしてましたね、今のアウトだよっていうね、この辺はね、楽しいそうですね、オリンピック予選ですからね、そんなことあっちゃいけないんですけど、厳しい戦いではありますが、まあ、あの早くて、はい、なかなか見るのも大変というスピードですよね。いや、今の早かったです。はい、19対17、ベネズエラのリードは2点です。ここで笛が鳴りましたが認められません。モラレスが上げてライトからクルス拾っています。パエスが上げて大きく左に振ってゴンサレスのスパイク、ハーフスパイクになりました。レフトからフィゲロア、ブロックついていました。リバウンド攻撃、もう一度フィゲロア、ここはおっとアウトのところで取ったように見えました、うん、バックライト、ピネルラ、いいプレーだ。あー、これは素晴らしい。バックライト、ピネルラ、うん、素晴らしいスパイク、大きなバレーですね、豪快ですよ。ダイナミックな攻撃でした。よくバックトゥーライト の、バックローの、ね、バックアタックに上げましたよ、はい、あ、これは喜ぶでしょう。これはもう、あ、この大会一番のガッツポーズという感じでしたアリアスのスパイクサーブ、ネットに当たった。モラレスからビッグエッグ決めました。エスカランテ、ブロックはアウトです。今モラレスがね、よくボールに追いついてジャンプトス我慢してあげてくれましたね、はい、見えない目立たないファインプレーですね、はい、セッターの。さあクルスのサーブ、ゴンサレスが拾ってパイスからビッグエッグ、エスコバ拾っています。モラレスからレフト、フィゲロア2枚ブロック、決めました。これはセッターのパエスが決めましたね、うん、ちょっとトスが短かったね、ストレートに打つにはね。ベネズエラこれで今日11本目のブロックを決めています。しっかりとついていますね。もう11本というと3セット目ですから、はい、大体国際ゲームの男子バレーの合格点というブロックの本数ですね、はい、11本、はい、ここはクルスがバックアタック決めました。もうここで逆に言うとプエルトリコは、ね、逆転したい。そのためにはサーブをですね、はい、どこへ打つか、これがもう最大のポイントですよね、はい、ジャンプローターサーブはフィゲロアです。バックライト、ビネルア、ここはブロックに当てて外に出しました。連続ポイントとはいきませんでしたプエルトリコ。今強引によく打ちましたね、はい、まあ、こういう強引さというのも若さの表れ。そうなんです、ですから年あの若いということは経験がない、はい、うまいプレーだとかテクニシャンは少ないわけですよね、ですからじゃあ若さはって言ったらばもう精一杯、積極的な攻撃的なプレーをするというのを、ね、特徴を出しているというのが今日のベネズエラ、いいですね。そうですね、はい、まあ、ピネルアが自分自身で話していましたが、とにかく我々は一試合一試合成長しているのを肌で感じる、あ、いいことですね、ということを言っていましたね、はい、その通りです、そしてこの3試合目にして初勝利なるかというベネズエラです。エスカランテのサーブ、ペルトリコ、パエスが上げる、レフトからピネルア、アンテナですね、はい、アンテナに当たっています、はい、22対21、1点差に追いつきました、うん、プエルトリコ、まあ、この連続ポイントですね。そうです、でサーブがね今走ってますから、はい、この次のサーブをねリベロを外して前に落とすなり、しっかり打ってほしいですね。さあエスカランテ、パエスが上げる、レフトからピネルア、インナーに決めました。まあこの後半ピネルアをとにかく使ってきますね。多く使いますね、はい、やっぱりピネルアを使って成長してもらおうと、はい、いうことだと思いますね、監督はねタイミングも何もね、想像もしないときに取るとかね、我々見ててもねすごい勉強になるときあります。そうですか、はい、さあここはゴンザレスサーブを入れていきました。レフトからのリベラ、ストレートはアウトですね。アウトですかね、もったいないね、今ブロックもワンブロック出てましたから、いやまあしょうがないでしょう。もったいないリベラのスパイクがありました、うん、まあ、ここでマッチポイントを迎えることになりますベネズエラ。第1セット第2セットともにものにしていますベネズエラが、この第3セット24対21ゴンサレスのサーブ、モラレスが上げる、クイックリベル決まった、見ましたか、最後はロドリゲス、完璧なタイミング、思わずガッツポーズは